町がある。京都府綾部市。明治の半ば、この本宮山のふもとに新宗教大本が生まれたことでも知られている。この町に一人の武道家が今も眠っている。大本の歴代教主、教主法、また神徒らが眠る天皇平墓地。その武道家は大本に帰依し、この辺り一帯の開墾を任された。高台に立つ墓標は合気道の開祖上芝盛平王のものである。この映像は戦前の盛平王の演武である。盛平王が創始した合気道は今世界的広がりを見せ、その人口は国内外合わせて160万人にも上り、130カ国に組織団体があるという。大正8年12月、父与六の既得の方に盛平王は入植していた北海道から故郷の和歌山県田辺に向かっていた。奇跡を行う大本という素晴らしい宗教が綾部にあるそうだ。列車でたまたま乗り合わせた愛客の言葉に、盛平王は京都に着くと田辺から綾部へとその進路を変えた。綾部に着いた盛平王、目の前には本宮山を背にした大本の広大な深淵があった。楼閣が森の合間に点在する深淵の何とも言えない神聖な雰囲気に打たれた。父親の病気平癒を願い出た盛平王は金龍殿に通された。しばらくすると奥からゆったりとした足取りで一人の人物が現れた。出口鬼三郎、大本の二大教祖の一人であり聖師と称されたその人である。何か見えましたかな。はい、肉付きの良い父でありますのに、透けるほどに大層細くなった父の姿が、と盛平王が言いかけると、聖師はためらいもなく、あなたのお父さんはあれでよいのや、と諭した。その言葉に典型を感じた盛平王はそのまま数日綾部に滞在。神が表に現れて三千世界を建て替え建て直すという大本の教えに触れた。これまでとは全く別の世界にいるような感覚を覚えたという。数ヶ月後、一家を挙げて綾部に移住した盛平王、聖師は本宮山麓の屋敷を用意。盛平王は聖師の近侍として用いられた。
綾部移住から3、4ヶ月が経った頃、そろそろ上芝道場を開いてもらわんと。あんたも金次だけでは腕が廃りましょう。心置きなく武道に励んでもらうのが真意です。正氏の言葉を受け、森平王は上芝道場を開いた。この本宮山の麓に開かれた上芝道場には、教団本部の関係者のほとんどが稽古に通っていた。当時10代だった後の大本三大教主出口直妃もその一人である。柔らの型を教えてもろうたり、剣道を教えてもろうたり、お名古屋からとて手加減されるようなお方ではありませんでね。運動神経の鈍い私でも多少の心得ができたのは厳しい稽古のおかげやと思うてます。大正10年2月、大本は不敬罪の汚名を着せられ、正氏ら幹部が逮捕された。これが世に言う第一次大本事件の勃発である。信徒の中には離反し去っていく者があったが、保釈が認められるまでの間、森平王はじっと正氏の帰りを待った。大正11年、第一次大本事件の弾圧後、森平王は幹部として農園世話係に任じられ、この天皇平の開墾に従事した。大本の衣食住に関する一切を管理し、弾圧後の苦しい台所を立て直し、自給自足体制の確立を中心とした生活基盤を作り上げた。この時期、森平王は正氏が精力的に開始した大本の経典「霊界物語」の口述に常に側近として立ち会っていた。この霊界物語の説く神官教理は、後の合気道誕生に大きく貢献することとなる。大本の説く神官とは、一心より他心を生じ、他心も一心に起立される。一心論と他心論の両面を含み、同時に宇宙万有一切のものに神の霊が分け与えられている半身論的要素も持つ神官である。また大本の教理の一つに万教同根とある。すべての宗教は教えの表現説き方は異なるが、その根源をたどれば、すべて絶対素心に起立する、つまり根を同じくする万教同根という教理である。第一次大本事件勃発から3年後の大正13年、仮釈放中の正氏が森平王らを伴い極秘裏に日本を脱出、モンゴルへ向かった。その目的は、世界の恒久平和実現のため、精神的宗教的楽園を建設しようとする壮大なもの。最終目的地は中東の聖地エルサレムであった。森平王はこれに自分の一切を捨てて尽くした。旅は道半ばに終わったが、心的には偉大な意義があったとして、正氏はその成功を喜んでいる。九死に一生を得て大陸から帰還した一行、森平王は再び綾部での農耕生活に戻った。あんたはいずれは
天下を風靡する大武道家や、もう綾部にだけ居ついていたらあかん。正氏の言葉を受け、森平王は武道家としての進化を問うべく一家を挙げて東京へ移住した。しかしその後も正氏に対する畏敬の念と真偽は変わることがなかった。兵庫県朝来市田島地方の山あいにかつての異様をとどめる武田城跡が今天空の城として連日多くの観光客でにぎわっている。戦前の一時期、城跡を含めたこの辺り一帯は大本の所有地であった。さらに現在大本武田別院があるこの場所には大日本武道専用会が置かれていた。仮道場が設けられた蔵が今も残っている。昭和7年8月13日、森平王は正氏から要請を受け、この大日本武道専用会の会長に就任。大本関係者のみならず、広く一般の修行者武道家の修練の場として開放された。その主意書には武の意義が述められている。真の武は神より来たるものであります。武は矛を止めしむる意であり、破壊殺傷は真の武ではありません。否、かかる破壊の道を滅ぼして地上に神の御心の実現する破邪牽制の道こそ真の武道であります。真の武は神国を守り、世界を安らけく、人類に平和をもたらすものであります。昭和10年12月8日、第二次大本事件勃発。日本近代史上最大の宗教弾圧であった。しかし大本関係者の大半が逮捕拘禁される中、正氏が片腕とも頼んだ森平王に類が及ぶことはなかった。そこには事件前、来るべき危難を予測し、森平王を大本とは直接関わりのない立場に切り離そうとした正氏の配慮があった。この事件は戦時中の昭和17年7月、第二審で治安維持法違反の無罪判決が下り、昭和20年9月、大審院でその無罪判決が確定。さらに同年10月、不敬罪も解消して全面解決した。開祖の場合は精神的支柱が大本さんだと思います。開祖と大本とのつながり、それと上柴家と大本のつながり、これは今もずっと深い関係であるということに変わりはございません。万有愛護の道とかですね、開祖が自分と宇宙が一体となるというふうに説いている。それが合気道の稽古を通じてそういうものを養っていくと、そういう説明されているのを目の当たりにしてたと。その時2000人ぐらいの観衆を自分の中に包み込む、そういうオーラ、そういうカリスマ性、そういうのを子供ながらに感じたのを覚えています。終戦を迎え、第二次大本事件解決後の昭和29年、森平王は大本での功績が認められ大本参議に任命された。そして
昭和44年4月26日、老衰のため昇天。86年の生涯は大本式の葬儀によってその幕が引かれた。森平王は晩年、愛機の極意について語っている。三千世界一度に開く梅の花、これが愛機の極意です。愛機は神の立てた神の道であって、人間の作ったものではありません。一度に開く梅の花とは、神が表に現れるということじゃが、愛機は鯛の上に霊を乗せることです。三千世界一度に開く梅の花、それは大宇宙の創造主神が大本開祖出口直に寄進し最初に発せられた言葉である。